はい、こんにちは、にゃでーす。ってことで、電撃文庫コラボの既存教科見ていこうと思います。新進化と、そもそものキャラクター教科ですね、の方を見ていこうと思います。で、まずなんですけど、無料ガチャですね、今回結構配られてるのを確認いたしましたので、それをね、紹介しようと思います。あ、高評価、よろしくお願いします。ということで、まずですね、電撃文庫コラボ、これ17のガチャでございます。で、まず、もらえるのがですね、はい、ダンジョンで星8以上確定ガチャなどがもらえますということで、はい、まずスペシャルダンジョン電撃文庫、ここで開催記念ガチャが1個もらえます。はい、1個目ですね。で、さらに電撃文庫コロシアム、ここで星8以上確定ガチャがもらえます。これでガチャ2個目ですね。はい、で、まだあります、こちら降臨ですね、折原降臨、こちらでガチャもらえます。3つ目でございます。はい、まだあります。さらにですね、ガチャがもらえまして、はい、1個下がりまして、アクセラレーター降臨ですね、こちらでさらにガチャがもらえます。4つ目でございます。はい、まだあります。今ダンジョンで4つだったんですけど、だけじゃなくてですね、さらに下に行ってあげるとですね、はい、こちらでございます。いつものですが、はい、こちらログインスタンプですね、はい、見えるようにしますね。はい、こちらでございます。これがですね、1日目、4日目、7日目、10日目とガチャ4つもらえます。で、合計ですね、星8以上確定ガチャを含む無料ガチャ8回分ガチャがもらえます。これ激アツでございます。特に星8以上を含んでるっていうのがね、かなり良いですね。はい、という感じになっております。それでは続いてですね、既存性能の方を見ていこうと思います。まずはですね、はい、新進化の方から見ていこうと思います。言ったっけ、高評価よろしくお願いします。はい、まずは酒井雄二からでございます。はい、究極進化しておりますね。これ3期の酒井有事ですかね、3期で合ってるかな。はい、非変身です、非闇ですね、闇非ですね。超覚醒スキブに無効貫通2つに L 字2つとなっております。ふんふん。で、こちらバインドスキブ4つ、チーム HP2 つで、スキブ6個にもできるんだね。 L 字つけることもできて、樹脂4つですね、樹脂4つ無効貫通にすることもできるんだね。6ターンのスキルで6ターンの軽減ループ、また軽減ループか。はい、で、2ターンの間自分の火力2倍の上限解放90億解放でございます。これ、まあ、ミリムのサブとかなのかな。で、ひんやみ回復同時期して半減、あららららひんやみ回復同時期しですか。で、36倍3コンボ加算、固定ダメージ1ダメージですね。で、闇属性の HP2.4 倍ということです。実質 HP4.8 倍ですね。はい、ということでございます。まあ、ひんやみ、闇ひなんで、まあ、明らかにちょっとミリムっぽい色合いをしているキャラクターですね。ただ今回ですね、シャナ&酒井雄二とかも闇ヒーで、完全にミリムとは独立したね、洗脳したりしてますので、そっちのサブになるという可能性もありますね。まあ、最近闇ヒーが強いですから、まあ、何にせよですね、サブでチーム HP 持ってくれて、L 字も持っていて、軽減ループ強いんじゃないでしょうか。はい。サブ採用かな？リーダーでは、わー、別に。いや、リーダーも強いか。でございます。はい。ってことで、酒井雄二究極進化、まず1体目でございました。まあ、結構使い道いろいろありそうなキャラクターですね、一発目から。はい。続いてでございます。続いて、上条と、まあ、究極進化しております。非変身ですね。超覚醒スキブ樹脂にガドブレ持ってます。超覚醒、バインドスキブ2つ、封印に L 字、回復 L 字ですね。に3色強化、6個持ち、十字2つ、5ターンのスキルでシールド破壊と水属性変化と76番面化。で、HP50% 減少の1ターンの間、指と自分の火力が2倍ですか、3色以上同時攻撃で半減38倍、固定1000万ダメージ、 HP2.3 倍の4倍、実質 HP4.6 倍か、低いっすね。はい、これはちゃんと言います、低いですね。ただし初めてのシールド破壊スキルです。はい、初めてのちょっと言い方おかしいですね。はい、電撃文庫コラボで初めて見たシールド破壊スキルですね、となっております。まあ、でもそんな強そうじゃないね、正直言ってね。はい、でございます。まあ、7654番目対策枠ですかね。あと、まあ、他色でシールド破壊スキル、今まで究極リムルを使ってる感じだったので、まあ、もう一体他色のサブになるシールド破壊スキルが出てよかったかなって感じですかね。はい、続いていきましょう。続いて、はい、美坂美琴を究極進化しております。体操服、はい、でございますね。小学生スキブ冬に枝豆ですね。はい、これですかね、運動会みたいなやつだからね。はい、これ冬じゃない、蝶つなげ3つ持ちだ。あー、蝶つなげ3つ持ちで6ターンのスキルで2ターンダブル吸収枠ですね。なるほどね、ダブル吸収枠なんだ。で、スキブ6個にもできるんだね。もう一個蝶覚醒なんだっけ、枝豆か。はい、枝豆2個にもできるんだ。あー、結構強そうかもこれです。で、リーダースキルは光の6消しで 77% 軽減、攻撃力35倍、トロップ消した時回復力 ×20 倍の HP を回復。あ、ドロップ消した時回復力出るんだ、それ結構面白いですね。はい、という性能をしております、美坂美琴でございました。はい、
6ターン2ターンダブル吸収枠でしたね。蝶つなげ、ただまあ光の蝶つなげパーティー正直流行ってないし、まあ三坂美琴ループ使ったとしてもだよね、まあ三坂美琴にさらに三坂美琴必要になってもう組めねえよって言われて終わっちゃう気はするけど、まあ弱くはなさそう。あと新戦地破壊するのかな、もしかして三坂美琴って。はい、続いて芝達也、ガーディアン芝達也に進化します。究極進化ですね。小学生が回復 L 字浮遊に十字2つで樹脂3つ回復無効貫通か、火力が高いですね。リーダースキルから見ていいですか。リーダースキル水闇同時消しで激減35倍、4項目加算で水闇の HP1.2 倍です。あ、3ターンのスキルで指2倍、上限解放70億解放、6回上費、水闇回復7個ずつ生成でございます。ただ芝達也&芝美雪が同じような感じで水闇回復の生成ループだったんですよね。2体ループね。はい、なんでこれ水闇回復の生成ループ3体2体目が出てくるんですかね。3体ループと2体ループの生成ループがいますね。これちょっと不思議ですね。はい、という感じになってます。まあ、リーダー枠ってことなんかな。 1.2 倍激減だから、まあ、ガーディアン芝達也もリーダーにしつつ生成ループも入れるって感じなんですかね。はい、まさか水闇回復の生成ループが2体目出てくると思わなかったですね。はい、という感じになっております。ちょっとびっくりですね。あ、はい、でございますということです。あと芝達也、普通に変身の方の芝達也がね強いんで、まあ、そこら辺とも関係あるかもしれないですね。はい、ということでございます。続いていきましょう。あ、これで既存進化、新進化は終わりですね。で続いて既存強化の方を見ていきましょう。はい、まずはちょっとこれ順番ずらして水属性から言ってもいいですか。はい、芝達也ちょうど今見たばっかりなんで芝達也ら辺のところから見たいということで、はい、まずは芝美雪からですね。はい、変身前シンクロ覚醒がつきました。無効貫通がつきました。あとは強化なしですね。変身もスキルの数も変わらず。はい、で変身後芝美雪第三属性つきました。で HP7000 攻撃力4000回復力864、あんま変わんないですね。スキル変わらず4ターンの高速ルーレット生成と指延長ループ、あと6解除して水変換ですね。で、まあ、非水同時消しで 78% 軽減38倍、固定1000万ダメージ、水属性と非属性の回復力2倍ということで、まあ、一応リーダーで使えなくもないけど、芝生駅あんまりリーダーで使うっていうよりは生成ループだよね。はい、でございます。第3属性に水属性がついて、さらに水パーティーでちょっと使いやすくなったよって感じですかね。はい、でございます。芝美雪です。まあこれはね、交換可能なんで取りたいですよね。芝美雪ね。はい。なくて後悔した方もいらっしゃると思います。あ、シンクロ覚醒の、え、待って。シンクロ覚醒のキャラ、これ、ガチャキャラじゃない？気のせいかな？さっきでもこれ、北山雫降臨なんて見てないよね。これガチャキャラ？かもしれないですね。これ大丈夫？大丈夫ですか？皆まで言わないですけど、すごい心配ですね。これ。あれ、さっきも私見逃してただけで結構あったんかな。はい、続いて、芝美雪の CAD でございます。スキブ2個、ドロ強4つ、無効貫通、超多い打ち、12ターンのスキルで5ターンの間、ロック状態で落ちてきて、あ、すいません、アップス乗せた3ターンチェーンでございます。まあ、これは普通かな。まあ、超多い打ちが最近シールド 50% 削ったりとか、1000万ダメージ固定持ったりとかしたんで、まあ、ちょっと有効性は上がったけど、まあまあまあ、別にやっぱ本体ですね。続いて、マージョリード、強化入ってます。あ、これもね、強かったですね。あ、はいはいはい。こちら、76リーダー枠ですね。水5個消しでダメージを半、激減28倍、固定ダメージ、回復力2倍ですね。で、6ターンのスキルで1ターン遅延と、2ターンの間、無効貫通と、上限解放80億解放ですね。真由美でしたっけ？はい。が使えますね。雲帯耐性、回復 L 字、樹脂3つ。超覚醒は、スキブ L 字、浮遊、全パラ強化持っております。という感じです。はい。マルコシアス、これね、強い武器ですね。バインド、スキブ、封印、チーム HP 7C、3ターン変質と3ターン無効貫通となっております。この武器も結構使いましたね。はい。続いて、ヘカテイでございます。こちら、スキルが4ターンのスキルで、一旦ダブル吸収、全ドロップ強化と、ロックドロップ 100% 落ちてきますよ。リーダースキルはまあいいでしょう。はい。まあ、水闇同時消しです、ということです。まあ、ちょこちょこ使われてましたけど、まあ、ヘカテイは、どっちかというと武器で使われてたかなという印象ありますね、前はね。はい、武器こちらでございます。バインド、毒耐性、チーム回復3つに2ターンダブル吸収と76番目か持ってますということで、はい、まあ、相変わらずやっぱ武器は結構強そうですね。はい、という感じになっておりまして、はい、続いていきましょう。来ました、三枝真由美で。三枝がさっき出なかった、これ出てこなかったわ。はい、変わってますね。なんか、あ、上限解放ついたんだ。3ターンのスキルで1ターンの間上限60億解放。で、第2属性までですね。で、6回以上中央1列を水に変化。超つなげ生成76で超つなげになります。で、リーダースキルが水を6個つなげて消すと半減36倍、固定700万ダメージ、HP 2.3 倍です。ということで、はい、また芝美雪で周回するときは来そうですね。はい。超つなげ2個持ちです。さっきのマージョリードをリーダーにしてね、芝美雪っていうのがよくやってましたね。はい、またやれそうですね。はい。で、続いて、
芝美雪の CAD、 こちらスキブ2個、レッツ3つ、枝豆2つ、 35% グラビティですということですね。はい、ということで水属性でございました。あとは芝達也闇属性じゃんってみんな思ってたんかな。水属性見ますって時、じゃあちょっと火属性いきますか。諦めて闇属性いきますか。火属性でいっか。はい、シャナです。シャナもちょっと気になるよね。スキブ3つでシンクロ覚醒10シー、ちょっとだからシンクロ覚醒の条件不安なんですけど、はい、ってことでまずはちょっとシンクロ覚醒のところ隠しといて、シャナの性能見ましょう。10シー3つ、超追い打ち、あ、超追い打ち持ったんだ。神キラー浮遊ですね。2ターンのスキルで6解除して非回復を6個ずつ生成、上限解放65億解放、火属性の HP と回復力が5倍の非2コンボで36倍5コンボ加算、回復力、回復消すたび 1.2 倍でございますということですね。なるほど、でございます。まあ強そうかなって感じかな。はい、でございますね。ただ、まあ、劇的に強くなってないですね。あの上限解放、あれ何が変わったのこれ。あ、上限解放が5を食えただけかですね。でリーダースキルはもともと5倍だよね。なので、あ、回復力も5倍になったんだ。え、回復力5倍になったの。ごめん、ちょっと見逃したわ。めっちゃすごくないこれ。シャナの回復力5倍なのって結構やばくない。はい。で、ステム無限倍率ですと。あ、やばいっすね。でさ、シンクロ覚醒どうなんですか。はい、シンクロ覚醒10。これ、ダンジョンキャラだよね。カムシン・ネブハウ。はい。ダンジョンキャラを使うことによって、シンクロ覚醒可能 10C がつきます。これ、やばいって。大丈夫。はい。まあまあ、多分、結構簡単に出るようなキャラクターなんだろうけど、まあ、ガチ引かないとシンクロ覚醒はさせてあげないよってことですね。やばそう。大丈夫これ。はい、 10C、第3属性もついたんですね。でございます、シャナでした。はい、強くなってますね。だいぶ強くなってますね、シャナ。もうだいぶぶっ壊れて強くなってますねこれね。はい、という感じでございました。では続いていきましょう。アラストール、はい、これシャナの武器ですね。神タイプ追加、スキブ、ドロ、太鼓焼き2個、チーム HP2 つ、チーム回復、追い打ちです。まあこれはあんま使ってなかったかなですね。続いて酒井裕二来ましたね。はい、こちら22ターンで3ターンヘイトしながら変身しますと。で、スキブ3つの変身キャラクターですね。変身が、シンクロ覚醒 10C ついてます。で、変身後こちらでございます。暗闇帯耐性のキャラクターですね。非2コンボで 78% 軽減と1000万ダメージと40倍と2コンボ加算と回復力2倍です。これさ、シャナ酒井裕二さ、回復力がって言われてたけど、シャナが回復倍率5倍持ったんで、シャナ×酒井裕二が強そうですね。で、4ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効全回復。で、回復力とエンハンスが2倍ですね。で、第3属性つきましたということで、これ強くなったね、だいぶね。はい。という感じでございます。いや、これ結構やばいな。はい。結構だよ、これ。結構やばいな。はい。普通に、ちょっと、シャナ酒井裕二の時代が来そうですね。ただ、ちょっと火属性が、新戦時に対してだと、ちょっと向かい方だよね。敵が水属性だからね。ってのは気になるけど、まあでも強そうですね。はい。シンクロ覚醒は、あ、シャナと同じキャラクターでいいんだ。まあセーフかな。はい。でございます。で、酒井裕二の武器、スキブ、L 字、チーム HP、泥強2個ずつ2ターン変装ですね。はい。まあこの武器もあんまり使ってなかったかな。続いて、ステイルマグヌスですね。これ武器よく使ってたイメージあるな。超覚醒、スキブ、十字、チーム HP、全パラ強化。で、十字、6個持ちです。3ターンのスキルで6解除して、十字、一つ生成。一ターンの間、無効貫通、自分の上限70億解放。で、火を5個以上、え、5個、下肢1個ね。まあ、リアスキャラいいか。はい。でございます。まあ、十字生成ですね。ただ、武器が強いんですよ、マグヌスはね。はい。何かっていうと、武器これですよ。火属性追加のルーレット生成ですよ。火回復ルーレット、3ターン継続、3ターン無効貫通、5コンボ加算。これが強かったんですよね。はい。スキブ十字、ドロ強4つ、チーム HP、追い打ちというわけでございます。ふんふん。続いて、一条。出ました、一条。はい。こちらもね、はい、レアリティ星6、7? あ、7ですね。はい。超覚醒が十字スキブ毒に全パラ強化。で、スキブ4つ封印、追い打ち2つ。追い打ち2つ ?10C4つ。追い打ち2つ見たことない。そんな、マジか。4ターンのスキルで76番面化。ドロップリフレッシュ。落ち込んなし。指2倍です。火2コンボで半減38倍。固定後800万ダメージ。HP2.4 倍です。ということですね。はい。で、武器でございます。こちら。スキブお邪魔チーム HP、チーム回復。12ターンのスキルでランダムドロップリフレッシュ。無効貫通スキルと。はい。まあ、これもたまに使ってましたね。覚醒が強かったですね。はい。千葉エリカです。これまた強い。出た。千葉エリカ。7ターン、2ターンダブル吸収。かつ、指と全員のエンハンス2倍、しかも70億条件解放2ターン継続。強っ、千葉エリカ強っ。いや、この辺ちょっと火属性熱いな。火属性想像以上に熱いですねこれね。はい。で、スキブ2つ、指お邪魔完全耐性、回復 NG、 樹脂3つ、 LG2 つにボイス、76リーダーですということですね。いや、千葉エリカ強いですねこれ。
またまた強くなっちゃって、また人権化しますよ、こんなことしたら。はい。シャナとかのサブで使えそうですね。で、大ジャマルということで、樹脂帯武器ですね。この時は初めての樹脂武器だったんだっけ。今は樹脂武器たくさん代用ありますね。はい、3段ダブル吸収です。まあでもやっぱ樹脂武器としてやっぱ使いましたね。レオンハルド、うわ、火属性ってこんなに熱かったっけってぐらい熱いっすね。はい。こちら、スキブ4つ封印に 7C8 個持ち5ターンのスキルで2ターンの間、受けるダメージを軽減。2ターンの間ダメージ無効貫通ということで、5ターン2ターン無効貫通ですね。ファンチャーっつって無効貫通スキル発動してたわ。で、地味にリーダーにもなれるんですよね。リーダーチェーンとかすることもできます。非2コンボで 77% 軽減、36倍、ドロップ5個以上つなげて消すと固定500万ダメージとなっております。強いですね。はい、です。で、レオの CAD、 こちらチーム HP3 つ、 L 字、ドロ強2個ずつ、3ターンダメージ激減でございます。はい、うん、強そうですね。ってことで、さあこちら武器です。チーム HP2 つの武器ですね。ダブル吸収無効貫通スキルです。はい、まあこれも使ってましたよね。ということで、これ何、あ、これニエタナのシャナか、間違えたわ。はい、上のやつがレオハルドの武器ですね。これね、チーム HP3 つのね、3ターン無効貫通で、こっちはミジメダルの武器ですね。ニエトノのシャナでございます。チーム HP2 つ、ダブル吸収無効貫通ですね。これ無課金武器だから強いですね、やっぱね。はい、ということで、以上、とりあえずですね、一旦ここで切りましょう。火と水見ました、今。あと金、光、闇を後で見ましょう。ということで、以上でございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。